アナンコレチカ、アナンコレチカ、アナミコレチカ、1887年、明治20年2月21日から1945年、昭和20年8月15日は、日本の陸軍軍人、陸軍大将軍一等校3級。1945年、昭和20年4月に、鈴木貫太郎内閣の陸軍大臣に就任した。太平洋戦争。 大東は戦争末期に降伏への賛否をめぐり、混乱する政府において、本土決戦への戦争継続を主張したが、昭和天皇の清断によるポツダム宣言受諾が決定され、同年8月15日に滑伏自決。日本の内閣制度発足後、現職閣僚が自殺したのは、これが初である。また、最後の陸軍大臣と紹介されることが多いが、 歴代最後の陸軍大臣は、阿南の後任である、下村忠である。大分県武田下玉来出身であった父の阿南、なおは内務管理として転勤を繰り返したため、幼少時は、東京、大分の武田、徳島などを転々としながら育った。本籍は、武田市に置かれている。早くから、陸軍将校を志望していたが、徳島中学校2年生の時に、 当時第十一師団長であった、野木マレスケ陸軍中将の助言もあって、陸軍幼年学校を受験して合格した。阿南は野木を修正の模範として仰いでいる。幼年学校を経て、陸軍士官学校十八期九百二十名中を第二十四席の成績で卒業し、陸軍大学校三十期を卒業。陸大の入学試験には三度失敗しており、 卒業の席次も60人中18番と目立つものではなかった。1929年、昭和4年8月1日から1933年、昭和8年8月1日までは、自重部官を務めており、当時の自重長は、鈴木寛太郎であった。アナは、鈴木の懐の深い人格に、尊敬の念を抱き、その鈴木への気持ちは修正変わるところがなかった。 自重部官を辞した後は、この F 表、第二連隊長を経て、東京陸軍幼年学校長となった。1936年、昭和11年2月26日に2.26、事件が発生し、鈴木自重長も襲撃され、重傷を負った。阿南は、幼年学校生徒への訓話で、農民の救済を唱え、政治の改革を叫ばんとする者は、まず軍服を脱ぎ、 叱る後に行えと反乱将校を厳しく批判し、軍人は政治に関わるべきでないと説いている。陸軍内の派閥に属しておらず、政治的に無職であったことが評価され、8月に新設された陸軍省兵務局長に就任した。さらに、翌1937年、昭和12年には陸軍省人事局長に任ぜられた。 人望や職務への責金ぶりへの評価が徐々に高まり、同期に阿南ありと言われるようになった。上官や上層部に対する派に衣着せぬ発言で、知られる石原幹事でさえも阿南に対しては敬意を示したと言われる。1939年、昭和14年10月から1941年、昭和16年4月には陸軍次官を務めた。この間には、 新英米路線で、日独位三国同盟に反対していた、与内内閣に対して陸軍が反発し、旗春独陸軍大臣を辞職させ、陸軍三長官が公認を推薦しないことで、与内内閣を統閣する事件が起きている。その後、第二次、近衛内閣、第三次、近衛内閣そして東条内閣と続き、太平洋戦争。 大東は戦争開戦直後の1941年、アナンは第11軍司令官として中止戦線へ赴むく。この時、アナンは調査進行を目論み、独断による進撃を命令し、第二次調査作戦が始まる。敗下の師団長らは困惑しつつも命令に従い、総司令部も事後追認することになった第二次調査作戦は、この時期には、 珍しい玉砕まで行った挙句、千人以上の戦死者を出したい敗して終わった。中国側が調査回戦と呼んだ、この戦いは日本軍に対する連合国軍最初の勝利とも言われ大きな宣伝効果をもたらしたという。しかし、陸軍はアナンを罰することはなく、それどころか1943年、昭和18年に陸軍大将に進級させた。 太平洋戦争、大東亜戦争の敗戦が自命なものとなっていた1945年、昭和20年4月、水密院議長の鈴木貫太郎、元次重長、教育総監に、対面降下し、阿南は、鈴木内閣の陸将に就任した。これについては、小磯内閣の最末期、本土決戦へ向けた第一総軍新設に際して、三長官会議が、 小磯国秋首相に無断で杉山元陸将をその総司令官として格外に転出させ阿南を公認陸将とすることを決定したことに対し予備役陸軍大将の小磯首相が現役復帰による陸将権任を要求して入れられず内閣総辞職となった経緯がある鈴木内閣では和平派の鈴木と本土決戦を標榜する陸軍を代表する阿南は閣議や 戦争指導会議において対立することが頻繁であったが、陸軍の当確運動を抑え込むことで鈴木を支えてもいい。鈴木が6月9日に帝国議会衆議院及び貴族院両院の本、会議での演説の内容に対して、2日後の衆議院、戦時緊急措置法案、政府提出委員会で小山亮からなされた質問と鈴木の答弁、天罰発言事件に理。 一部議員による、当格運動が激化した。これにより、一時首相も歴任した、与内三政海軍大臣は、鈴木総理の和平への意思を疑問視して、辞意を表明した。しかし、阿南は、与内会長に辞意を思いとどまらせようと手紙を書き送って、これを説得、鈴木内閣の崩壊を防いだ。終戦について激しい議論が展開された閣議の合間、ナンは、 閣僚の一人であり同じ陸軍出身で、同期の安井当時国務省に、自分はどんなことがあっても、鈴木総理と最後までことを共にするよ。どう考えても国を救うのは、この鈴木内閣だと思うと語っている。また終戦への基本方針が、天皇の第1回目の聖壇によって決まった8月9日の午前会議終了後に、鈴木首相に、総理、この決定でよいのですか 約束が違うではないですかと激しく詰め寄る吉住、正尾陸軍省軍務局長に、吉住、もう良いと言って何度もたしなめている。阿南は、梅津吉次郎参謀総長と共に、戦争の継続と本土決戦を強行に主張したが、昭和天皇の清断によって最後には、陸将として、終戦の証書に同意した。終戦の章書の作成においては、陸軍の立場から、 先制日に、日、にしてを、選挙区必ずすしも好転、セストするなどの軸修正を求めた。終戦の招直に署名した後ヤナンは、鈴木首相のもとを訪れ、終戦についての疑が起こりまして、以来、自分は陸軍を代表して、強硬な意見ばかりを言い、本来お助けしなければいけない総理に対して、ご悪をおかけしてしまいました。ここに慎んで、お詫びを申し上げます。 自分の真意は、皇室と国体のためを思ってのことで、対はありませんでしたことをご理解くださいと述べた。鈴木は、それは最初からわかっていました。私は、あなたの真摯な意見に深く感謝しております。しかし、アナンさん、陛下と日本の国体は安泰であり、私は、日本の未来を、悲観はしておりませんと答え、アナンは、私もそう思います。 日本は必ず復興するでしょうと言い、愛縁家の鈴木に南方の第一線から届いたという珍しい葉巻を手渡して、その場を去った。鈴木は、アナン君は糸まごいに来たんだねと呟いている。またアナンは、最も強硬に和平論を唱えてアナンと最も激しく対立した東郷持長外相に対しても、色々とご世話になりましたと礼を述べて去っている。 軍務局幕僚を中心とする強硬派は、11日頃から和平派閣僚を逮捕、この絵師団を用いて、宮城を占拠するクーデター計画を練っていた。これに賛同を求められた阿南は、梅津の賛同を条件としたが、14日朝に梅津から反対の意を伝えられた。14日正午過ぎに、首相官邸閣議室において、議定の竹下正彦中皿から、 陸上自任による内閣総辞職、さらに再度クーデター計画、兵力使用第2案への同意を求められたが、阿南はこれを退けた。阿南の同意を得ぬまま8月14日深夜に起きた宮城事件は15日のうちに失敗に終わった。阿南は8月14日の三長官会議で、すでに罷免が決定しており、クーデターを積極的に支援することができなったとの意見もある。 アナンは8月14日午後には、陸軍省の道場で、剣道半司祭村五郎と面会し、短時間剣道の稽古をしている。8月15日早朝、同日正午のラジオでの玉音放送を聴取することも、なくポツダム宣言の最終的な受諾変電の、直前に、渋谷南平台町の陸省官邸で切腹。解釈を拒み早朝に絶命している。アナン陸将は、5時半。 自陣、7時10分、絶命との記録もある。遺書には、と記されていた。自生の句は、とあり、これは1938年、昭和13年の大109師団長への転出にあたり、昭和天皇と二人きりで会食した際に、その感激を歌ったものである。阿南は、昭和天皇からは、阿南と呼ばれていた。阿南の葬儀に、昭和天皇は直詞を派遣していない。 アナンが自陣したと聞いた、東郷持長外相は、そうか、腹を切ったか。アナンというのは本当にいい男だったなと涙ながら、語り、鈴木勘太郎首相は、真に国を思う、成虫の人でしたと評した。アナンと閣議において対立した、与内三政外相、元首相は、我々は立派な男を失ってしまったと語った。一方で、私は、 アナンという人を最後までよくわからなかったと人格的な違いを浮き彫りにいる感想を残している。閣内では強硬な終戦派だった与内海将との確執があり、アナンは臨終の時に米内を切れと口走ったとも伝えられ、継戦の意志を持ち続けていたことが考えられる。日本の内閣制度発足後、現職閣僚の自殺、自決はこれが初めてで、 その後も2007年、平成19年5月28日に第一次、安倍内閣における、松岡俊勝農水大臣、当時まで例はなかった。夫人、綾子は、竹下平作陸軍中将の次女で、戦後子育てが一段落した時期に出家、長野県の寺で夫、息子をはじめ、戦没者の母体を弔い続け1983年、昭和58年に没死した。 戦時最後の陸将を務めた阿南の真意をめぐって、諸説あり意見が分かれている。当時初期官長であった佐古水久常は、終戦を望む天皇の真意を組み、暗黙裏に鈴木艦太郎首相と協力して、終戦計画を遂行したと述べている。この説では、降伏に反発する軍の暴発を阻止するため、自身は強硬な言動をとって、停戦派を装っていたとする。そうした、 アナンの表裏は、鈴木が一番よく承知していたと、坂水は推測している。アナンが当初から降伏を認めていれば、強硬派に辞職を強要され、軍部大臣現役部官制により新任の大臣を出さないことで、鈴木内閣の総辞職が必死で、この時点での降伏は実現しなかったとみられる。またアナンが本心から継戦派であったなら、自ら辞職して、 鈴木内閣を葬ることは簡単であったはずである。これは原原説と呼ばれている。もう一つの説は閣議における発言そのままに継続、本土決戦を望んでいたとする考えである。ポツダム宣言反対のための自陣と評価される根拠となっている。そもそも日本本土への空襲攻撃撃か、原子爆弾等か。 ソ連軍参戦という逼迫した状況の中で陸将が腹毛を打って陸軍幹部を煙に巻いているような余裕などあるはずがないとの分析。例えば憲兵隊本部に国民総合規粛制のスローガンを掲げさせておきながらその憲兵がスパイ工作によって摘発してきた和平派の急戦法の吉田茂の釈放に尽力している。一方で臨終の際 米内、終戦を支持していた、与内三政海軍大臣のことを切れ、と口走っていることなどから実際は最後まで、継戦派であったのではないかと、クーデタ計画、宮城事件のの首謀者だったのではないかという説さえ一部に、あるその真意とするところをめぐり議論がある。しかし米内への最後の発言については、自決直前の阿南は、今生の別れにとかなり酒を飲んで、気持ちが明定しており、 単に阿南の米内への個人的感情によるものだったとする説が有力である。米内と同じくは平派だった鈴木や東郷に対しては、阿南は前日のように自決前に礼儀正しくなごやかな別を告げに訪れている。平成から阿南は米内の人柄を好まなかったようである。ただこれは阿南の側からの一方的なもので、阿南の自決直後、 米内は誰よりも早く阿南の弔問に訪れている。阿南の部下であり、その自陣にも立ち会った、伊田正隆陸軍中佐によれば、阿南が求めていたのはただ国体語辞のみであり、その目的のためあらゆる可能性を残しておくべく、後戦派、終戦派のいずれにも解釈できる態度をとっていた、との見解を示している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。